よくないです。さようなら。何ですか？警察呼びますよ。あなた、たまきちゃんに変なことしてる先輩でしょ。たまきちゃんに聞いて全部知ってるんだから、この変態。会うたびにいやらしい目で見るとか、必要もないのに近寄ってくるとか、女性の先輩たちにもちょっかい出しているとか。見えます、見えまくりです。今なんか変なこと考えてましたよね。やっぱり変態だ。ちょっとこの人何言ってるか意味わかんないんですけど。さようなら。先生に言いつけに職員室に行きます。冗談ですよ。やっぱりたまきちゃんの言う通り、面白い人ですね先輩って。最初は変態だと思ってたけど、話してみると面白い人だったって言ってましたよ。よかったですね。たまきちゃんのこと大事にしてくださいね。それじゃあ失礼します。